先月30日、鳥栖はホームで首位の鹿島アントラーズと対戦しました。鳥栖は前半、ミッドフィルダー原川力選手やフォワード小野裕二選手、そしてフォワードビクトル・イバルボ選手が何度も決定機を作りました。ただ試合を優位に進めたものの、ゴールは割れませんでした。後半は徐々に鹿島がペースをつかみ始めました。しかし後半35分、フォワード田川恭介選手のクロスをミッドフィルダー福田明人選手が頭で合わせて均衡を破りました。試合終盤も守備陣が要所で球際の強さを発揮、相手の攻撃を最後まで封じ続け、1対0で完封勝ちしました。5連勝中で首位を快走する鹿島と互角以上の戦いを演じ、マシモ・ピッカデンティ監督は鳥栖に来てからのベストゲームと誇らしげに振り返りました。また価値のある決勝弾を決めた福田選手は、気持ちの部分でしっかり戦えたと胸を張りました。これで鳥栖の通算成績は11勝8分け9敗で勝ち点41、順位は9位から今シーズン最高の8位に浮上しました。次節鳥栖はホームでセレッソ大阪と対戦します。セレッソ大阪は現在5位、前回の対戦では0対1で敗れており、選手たちは同じ相手に2度は負けられないと意気込んでいます。サガン鳥栖対セレッソ大阪戦は鳥栖市のベストアメニティスタジアムで15日午後5時キックオフです。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。